はい、本日のインタビューは、シンガー、クワイアーディレクター、ミュージシャンの小川恵美さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい、では、ここで、恵美さんの方から、自己紹介をまずお願いします。はい、シンガーでクワイアーディレクターをしています、小川恵美と言います。自分自身の歌をオリジナルを歌ったり、クワイアディレクターというのはゴスペルのような音楽なんですけど、みんなで歌うゴスペルのような音楽の、プロデュースを今力を入れてやっているところです。ミュージシャンとして、そうですね、20代の前半から、15年くらい活動をしています。ありがとうございます。はい、では早速、インタビューを始めていきたいと思います。はい、では一つ目の質問なんですけれども、まず、どのような夢やビジョンをお持ちですか？はい、今は音楽が鳴ったらみんなが自由に歌い踊る世界を作りたいなと、その自由な心を持っている人たちを歌を通して増やすのが私のビジョンです。はい、ありがとうございます。できないね。はい、そうしたらその夢を、具現化するためにどんな目標とか計画を立てていますか？そうですね。今私は実際に自分のクワイアを運営してるんですけれど、このクワイアを、1万人の人たちに届けるというか、1万人と一緒に歌えるようなクワイアに成長させていきたいなと思っているところです。すごい、1万人いいですね。そしたらその目標や計画、1万人と一緒に歌うっていう目標や計画に対して現在はどのような活動方針、活動指針を持って、活動していらっしゃいますか？はい、今、私の運営しているクワイアはリンクスというクワイアなんですけど、今本当に7、8人で動いている小さなクワイアで、音楽的にはゴスペルの脈絡を引き継いだそのブラックミュージックに近いような雰囲気の音楽はやってるんですけど、ゴスペルと違うところは、クリスチャンじゃなくっても歌えるというところだと思うんですが、神様、一つの神様の歌ではなくて、私たちはその魂の希望みたいなものを音楽に乗せて歌ってるんですけど、今、リンクスとしてオリジナル曲を、3曲リリースしてまして、 YouTube でミュージックビデオが見れるんですけれども、これからはもっとその1万人がみんなが歌えるような曲を、どんどん書いていきたいなと思っているところです。そして今ね、このオンラインとか SNS、 YouTube なんかもすごく発展してきてるので、たくさんミュージックビデオを作ってリリースして、たくさんの人に聞いてもらって、そしてその仲間をオンラインと、今はねちょっと感染症とかでみんなで集まって歌うのがちょっと難しいんですけど、状況が整った時にはすぐに動けるように今ちょっと仕組み作りを頑張っているところです。で、最終的には1万人でコンサートをホールに集まって、客席からもリンクスの歌を歌えるようなコンサートを開催したり、日本の、まあ世界中でもいいんですけど、まずは日本の、どこに行ってもリンクスの歌を知っているリンクスの仲間がいて、例えば私たちが地方でリンクスのライブをやるってなったら、現地のリンクスの歌を知っているメンバーと一緒に歌うとか、オンライン上でレッスンができたりとか、そういうふうにして希望の歌を歌う人がたくさん
日本の中でつながっていったらいいなというふうに思っています。いやすごいですね、なんか1万人で歌えるなんて想像しただけで鳥肌が曲もの、うん、曲は私が書いているんですけれど、うん、大事にしているのはこの混沌とした時代を渡っていくためのメッセージがちゃんと入っているっていうことをすごく大事にしていて、なんていうのかな、皆さんが次の時代をどういうふうに生きていくのかどうかっていう、その私はどう生きようと思っているとか、メンバーの誰かがソロを取るときにはそのメンバーが今感じていることなんかを聞きながら曲を書いたりしてるんですけど、とにかくその混沌とした中で自分が希望を失わないため、それからその希望を誰かに伝えるためにあの思いが乗るような曲を書いています。なのでついこの間リリースした曲はサラリーマンが、この緊急事態宣言とかの中で、会社にリモート生活で1ヶ月行かなくなってみた。そしてみたらそのこうオフィスで机がバーッと並んで枠組みの中でバーッと仕事をしている様を1ヶ月ぶりに見て、ちょっと自分の中ですごくこの1ヶ月で開きが出ちゃってた、さあ自分はどう生きていこうかなみたいな、そういうことを歌を書いたりとか、自分の使命に根ざした生き方をしていこうっていうようなメッセージソングを書いていたりとか、今次の曲をもう書き始めてるんですけど、4作目の MV の準備をしていて、それは許しをテーマにして、今人が責め合うこと、正しさを持って責め合うのか、許しを持つと、多分大きな悲しみとかも同時に来ると私は考えてるんですけど、許すっていう方を選ぶ、つまり悲しみとかを引き受けるっていうことにもなるんですけど、それをどちらを選ぶのか、救いはどちらにあるのか、世界の救いはどっちにあるのかとかっていうようなことをその、許しに向かう時間の経過とともに書いている曲なんですけど、ちょっとかなり大きなテーマなんですけど、すごくクワイアならではの込められるテーマだったり、学生でもあるので、私は今そういうことを大事にして曲を書いてます。いやそうですね、なんか神への歌ではなく魂の歌っていうところがすごいなって、素敵だなって思うのと、今聞いてみたって思いました。ありがとうございます。はい、では、4つ目の質問なんですけれども、そしたらそもそもその夢とか、ビジョンを持ったきっかけは何ですか？そうですね、きっかけとしては、私自身がとてもゴスペルとかそういう音楽自体にとても魅力は感じていたんですけれど、ずっと実際にもうゴスペルディレクターとして活動しているその、友人は本当にクリスチャンで本当のゴスペルをやってるんですけれど、友人からずっと私はそのゴスペルクワイアのディレクションをやってくれないかと何年か前から誘われていまして、私は実は大好きなんですけど、自分はクリスチャンではないしゴスペルをやったことは実はほとんどなかったんです。なのでその自分がどうして誘ってもらっているのかっていうところが深い部分では理解ができてなくって、すっごくやってみたいしとっても興味はあるんだけれど私じゃない気がするってずっと思ってたんですね。ただ、自分が、歌のキャリアを積んでいく中で一つ持っていた思いとして、ステージに上がる私と、観客の皆さんっていうこの関係が、素晴らしいものだし、
私が届ける歌に誰かが癒されてくれたり、誰かが希望を持ってくれたりっていうことはとても嬉しいことなんですけれど、それって明日明後日ぐらいまではその効果あるかもしれないけど、1週間経った時にそれってオーディエンス、観客の皆さんの血となり肉となりっていうところまで入り込んでるのだろうかっていうふうに考えると、歌い手と観客っていうだけだと、観客の皆さんが受け取ってくれるのって私のエナジーと皆さんの魂がその共振した部分であって、なんかそれをじゃあ受け取ってくれた人がどこで放出するのかなっていう思いはずっとあったんです。果たしてその人が翌日から会社に行った時に、家族と向き合った時に、その人の中から出てくるものっていうのにどこまでタッチできてるのかなっていう、なんかこうタッチできるかどうかなんて、なんかね、おこがましいかなとも思うんですけど、したいなっていう思いがずっとあって、でその人たちがどこで自分の思いを表現してるんだろう、なんで音楽に来てくれるんだろうっていう思いがずっとあったんです。でそれの一つの答えとして、皆さんも歌ったらいいんだ、その思いを歌う人もいるだろうし、言葉で表現する人もいるだろうし、絵を描く人もいるだろうし、いろんな表現をする方がいると思うんですけれど、もし少なくとも私の歌を聴きに来てくれるくらい歌が好きなのであれば、その人たちも歌える場があったらいいと思って、っていう場を作りたいと思って実際に動いてみたのが2010年ですけど、実際にそのリンクスっていうクワイアを一つ作って、もう一つ私が今暮らしている神奈川県大和市の大和市民のクワイアっていうのを、大和市の音楽事業として一本持たせてもらったんですけど、その時にやっぱり、歌いたい人っていうのが私が思ってた以上にいらっしゃったし、私が思ってた以上の熱いものをみんな持ってたんですね。でそのクワイアっていうのがやっぱり大成功を収めて、これはこれからの時代にとても必要なことだっていうふうに私の中で一個確認ができたのでした。その2019年2つのクワイアを持ってみたという。でそのうちそのうちプライベートで運営しているリンクスっていう方がその後現在まで、走っているという感じなんですけれど、すごい。じゃあ本当に歌を聴きに来てもらってで癒しを得てもらうっていうところではなく、もっと持続、それこそ持続可能な、そう、そう、してもらうのももちろん、いてほしいし、ただ一緒に歌うみんなのエネルギーがこれからの時代すごく大事じゃないかなっていう思って、じゃあ本当に癒されるだけでなく変化を起こせるような、みんなが聞く側でなく主体となって自ら変化を起こして、それが持続可能になるようなところ、その源泉を私が作れたらいいなというか、作りたいなって、そうするとそれを、それがそういう変化を得たいなって思ったきっかけだったのが、エミさんの経験、変化をしてもらいたいなっていうふうに、その夢やビジョンを持ったのは、そこのエミさんが、実際にライブとかコンサートをやっていて感じた、より変化を得てもらいたいって感じた音楽活動を通して、音楽活動をやっていて、そういう変化を得てもらったらいいなって思えたっていう。そうだね。そうそう。コンサートとかそういうところでの活動がきっかけになって、より深くっていうのをエミさんが求めてた。コンサートもそうですし、時代を生きていく中で、やっぱり時代の限界
思っているのがよくわかるので、その仕組みとか、その能力で競うだとか、地位っていうものがすごく限定されてたりとか、うん、世界からやっぱり次の世界っていうのは自分信じるもの、うん、価値があるっていうふうに全員がなってたらいいと私は思っていて、うんうん、そのことを作るにはやっぱり私が音楽をやっている以上は、うん、みんなも同じように、うん、みたいに喜びを信念として、うん、あの表現する場があったらいいなっていうところが、うんうん、じゃあそこから5つ目の質問が、はい、ではそう思うようになったエミさんが、そう思うようになったその背景っていうのが、背景ありますか？うん、そうですね、その、うん、私がそもそも歌を志した時っていうのが、あの、うん、自分の自由を求めての行動だったんですね。うん、私は幼少期に とってもあのクラシックピアノの厳しい世界に、うん、属していまして、うん、やっぱりその厳しい教育とすごく抑圧された生育環境というか、もうピアノのお稽古のために生きているっていう音楽はすごく好きだったんですね。音楽に身を任せる喜びっていうのはもう本当に小さい時から知っていたんですけど、それをすごくちっちゃい箱の中でお稽古することでしか味わうことが許されてなかったというか、本当にピアノだけが生活の中にあって、私は常にその なんでこんなに狭い苦しいところにいるんだろうっていうのはちっちゃかったので、それだけが疑問だったんですね。私にも普通のお友達と遊ぶ時間とか、普通の女の子として自分の興味のあることをやる時間とか、そういうことがなんで私はないのだろうっていうのに、その最初はピアノへのまあ反発のようなものから始まったんですけれど、自分でこう夜中にラジオとかを聞きながら、そういういろんな音楽と出会うようになって、やっぱりそこで私が惹かれたのが、そういうゴスペルとかブラックミュージック、ソウル、R&B とかっていう、その元々は黒人の音楽として、あの歴史の中であった音楽、まあ今で言ったら洋楽って、そのアメリカの音楽っていうのはそこをすごく受け継いでると思うんですけど、私が10代だった頃っていうのはもっとブラックミュージック、 R&B が今より色濃くって、その音楽にすごく惹かれたんですね。あ、どうやったらこんな音楽ができるんだろう、でも私の生活はとても抑圧されている、こんな音楽がいつかやってみたいってずっと思っていて、なんだろうこの私の抑圧された環境は何なんだろうっていう答えがずっと欲しくって、で、ある時本当にその自分の限界が訪れて、私は本当に心身の調子を崩してしまったんですけど、摂食障害を起こしてしまったして、でその時にもう自分の中でお手上げ、あ、私はやっぱり自分の望みをつかまなければいけないんだ、誰かの決めたレールの中で生きていくことが私はできないんだなっていうことを自分がやっと気がついて、そこで私はもう何もないゼロから歌をやるっていうふうに決心したのが16歳の時なんですけれど、もう本当に未経験、才能なし、音楽だけはやってきましたっていうところからキャリアをスタートしたんですね。その原体験がやっぱりあって、どんな状況からでも自分の望んでるもの一つあれば歩いていけるんだっていうことが、私は自分の人生のかなり前半のうちにありがたいことに、本当のこととして自分の中で、これは本当のことなんだっていうふうに分かったので、この経験をやっぱりその他の皆さんの人生にも、ちっちゃな抑圧とかちっちゃな我慢とか、なんか満たされない思いとかってない人っていないと思うんですよね。なんかだからそこを打破する時に、もしそこに打破したいものが音楽が
それだったらいいなって思う人、歌がそれだったらいいなって思う人がいたらここに来てほしいっていうふうに思います。私がそうやって歌一つだけを頼りに自分の人生を切り開いてきたように、うん、歌好きな人がいたらきっと歌はその助けになると思ってます。いっぱいいると思います。いっぱい抑圧から大自由へっていう素敵な、うん、素晴らしいキーワードが、うん、心に皆さんの心に響くんじゃないかなって私には響きました。伝えましょう。ありがとうございます。はい、ではエミさんのこのクアイアのグループ活動なんかも一緒にお知らせさせていただくので、はい、皆さんサイトとか見てみてください。はい、本日はお忙しい中インタビューありがとうございました。ありがとうございました。小川恵美さんでした。あ、OK ですか？レコーディング止めます。